今朝、札幌市営地下鉄東西線の大通駅の構内でポイントが故障するトラブルがあり、一時全線の運転を見合わせるなど1万人を超える通勤通学客に影響が出ました。ただいま大通駅は通過となりましたので、お知らせします。今日午前9時半過ぎ、地下鉄東西線の大通駅の構内でポイントが動かなくなるトラブルがありました。この影響で東西線はおよそ10分間にわたり全線で運転を見合わせ、その後西28丁目駅と菊水駅で折り返し運転を行いました。ポイントの故障は午前10時半過ぎに解消され、トラブルからおよそ1時間後に全線で運転を再開しました。このトラブルで1万5500人の通勤通学客に影響が出ました。札幌市交通局によりますと、故障の原因はまだ分かっていないということです。